本日ご紹介する時計はロレックス、キングマイダス、リファレンスナンバー4017、キャリバー1600のアンティークウォッチになります。こちらの時計は1968年に製造され、文字盤はシルバーでバーインデックスを配しています。12時位置下にはロレックス、ジュネーブ、6時位置上にはチェリーニ、6時位置下にはスイスの表記があります。ケース素材は 18K イエローゴールド、ケース径は縦 28mm、 横 28mm、 厚さ 5.5mm になっています。針はバーハンドを採用しています。1950年から1970年代にかけ製造され廃盤となり、ジェラルド・ジェンタがデザインしたとされています。あのエルヴィス・プレスリーが愛用したことでも知られており、現在ではなかなかお目にかかれない一品です。